敗戦の最中、わずか数十名の部隊で帝国軍を壊滅寸前にまで追い詰めた集団があった。その名は人空隊。かろうじて戦争に勝利した帝国府は彼らの力を恐れ討伐に乗り出した。今本当の人空を知る者は少ない。またかよ。この暑い中、もう2日も歩きっぱなしなのよ。もう限界よ。どうした？お前顔色悪いぞ。当たり前じゃない。私はあんたたちと違ってか弱き裏若き乙女なのよ。疲れまくってんのよ。足もパンパンに張ってるわ。このままじゃ大根みたいに太くなっちゃうわ。大根食いたいぞ。俺腹が減って死にそうだ。あんた、さっき一人でおにぎり20個も食べて、よくもそんなことが言えたわね。あれはみんなの食料だったのに、私だって食べたかったのに。ここだ。せっかく前の町で買い込んだお芋ピーター食べちゃって。もうなんでペンギンが芋食べんのよ。二人とも殴ってやる。毎日毎日よく同じことできるな。いからでもよ、ああやって時々走ってくれるからペースは早まっていいだろう。しかしマジで疲れたぜ。どこまで行ってもそれらしきものは全然見えてこねえ。本当にこっちの方角なんだろうな。フスケ、ん、アジラダ大佐の城はこの砂漠の果てなんだよな。ああ、心の家を襲ったやつがそう言ってたぞ。え？ちょっとルイスケ、あんた敵の言ったこと信用してんの？ああ。あんたね、敵が本当のこと言うわけないじゃない。あれは絶対に罠よ。用心しなさい。そうかな。ああ、もう信じらんない。ルイスって強いだけでおつぶで考える力ないわけ。勝手に。なんだとこら、手抜かしてみやがれ。愛鳥さん怖いけど素敵。やめろ愛鳥。うるせえ。気にならねえか。ああ、ずっと心に引っかかってたんだけどよ。だから何が。心の家を襲った連中が言ってたろう。自分たちはバサラ大佐に心を凍らせてもらったから強くなったと。それに奴らの素早い動きは人空の動きに極めて似ていた。それって何？お兄ちゃんたちの昔の仲間が帝国府側に寝返って人工の技を広めたってわけ。ああ、なわけないです。かつて俺たちエトニンの中に氷の男と呼ばれた奴がいた。
か。そう、まさかあいつが。黙れ黙れ、インクは一枚岩なんだ。親よりも兄弟よりも強い絆で結ばれてるんだ。そんな俺たちの中から裏切り者なんか出るはずがねえ。俺だってそう思いたいけどよ。疑ってもしょうがねえぞ。会ってみるしかねえ。そうだろう。とにかく俺は行くぞ。行くって、あんたそっちは来た道よ。戻ってどうすんの。戻って、治らねえな、その方向音痴。城があるのは間違いなさそうだな。バサラ大佐、まもなく要塞城に到着します。話は分かった。もしその話が本当なら、バサラ大佐の行動は重大な軍規違反だな。恐れながらこのボルト、国家の対応を預かる身としてデタラメは申しません。君を疑ってはおらんよ、中佐。いたします。ただいまバサラ大佐がお見えになりました。何？遠路はるばるご苦労、バサラ大佐。とんでもありません。ボルト中佐からお聞きと思いますが、正式にそのことについて説明に参りました。正式にいらしたなら何ですかな、その格好は。たとえ大佐とはいえ、副将軍であるアジラダ閣下の御前です。第一、その長い髪、軍人としての自覚があるのですかな。美学です。あれか。あれってもしかして A101 型陸上戦艦じゃないの。陸上戦艦？対戦中に帝国軍が開発してた変形移動可能な大型要塞よ。莫大な人手とお金がかかるのと、開発中に戦争が終わったことで未完成のままのはずだけど。欲しいな、妹よ。新聞読んでれば常識よ。なんで軍と戦ってて知らないの。移動は無理みたいだが、要塞としては機能してるようだな。で、どっから乗り込む。まっすぐ行くのが一番近いぞ。おい、ふーすけ。しょうがねえな。もう行くの。ね、もうちょっと休もうよ。それでバサラ大佐、君の言い分を聞こうか。人空討伐作戦の責任者であるアジラダ大佐の命を受けた師団を出し抜いた勝手な行動をどう説明する。そのことならかえって感謝していただきたいですな。何？あのまま人空たちと戦っていたら、あなたの師団は全滅していたでしょう。なんだと。報告によれば、全滅したのはバサラ大佐、君の精鋭部隊だと聞くが。心の家に潜んでいた人空は3人とも隊長でした。ならば当然の結果です。それを確認するために私の隊を送り込んだ。ボルト師団長の人空討伐隊では奴らの真の力が分かりませんのでね。貴様、とことんまでわしを愚弄する気か。愚弄するなんてとんでもない。私は最低限の被害で確実な情報を得ることが軍にとって最良と信じて行動したまで。そのために自分の精鋭隊を犠牲にしたというのか。
私は何事も自分で確認しなければ気が済みませんのでね。お？どうした？誰か近づいてくる。背の高い男が二人に、カエル面の子供が一人、それに女と、ペンギンだ！それは、もしや、ニックだ！ニックが攻めてきた！あちらだ大佐に報告してくる！待て！え？ちょっと待て。奴らまっすぐ向かってくる。何も知らずに。ちょっとあんたたち歩くの早いわよ。あれから全然休みなしなんだもん。まいっちゃうわよ。もう足壊れちゃう。少し休もう。頼むからお願い。バカ、こんなとこで休めっかよ。敵の目の前なんだぞ。そんなこと言ったって。レディのお尻触ってんじゃないわよ、このスケベペンギン。なんじゃないから、今日こそ引っ掛けてみる。なんだ、まだ元気じゃねえか。まだ大佐、貴様のしたことがどういうことか分かっているのか。大恩将軍より預けられた兵士を己の目的のためだけに信用をやった。それは軍の私物化以外の何者でもない。貴様の行動は大恩将軍に対する反逆に等しい。報告します。何だ。つい先ほど要塞に近づく人空たちを発見しました。何、人空だと。それで奴らは？は、何も知らず地雷原に踏み込みましたので爆死したと思われます。爆死？確認はしたのか？は、念のため一個正体を向かわせました。あの地雷原に一歩踏み込めば戦車とてひとたまりもない。たとえ空を飛べたとしても突破するのは不可能。人空といえど所詮は生身だ。いるはずなどありません。人空どもめ、完全に吹き飛んだようだ。あっけない最後だったな。まだ終わってねえぞ。もっと危ねえな。一空だ、一空だ。勝利を放て。了解。応答願います。我が隊は人空と交戦中。援軍を、大至急援軍を。いきなり砂の中潜んだもん。服ボロボロじゃん。ねえ、ちょっと聞いてんの？部隊が全滅した。なぜだ。なぜあの時代を踏んで生きていられるのだ。当然でしょう、人空ならばね。アジラナ大佐、私に指揮を取らせてください。必ずや奴らを殲滅いたします。やってみたまえ。ありがたき幸せ。人空だ。ふすけ、ここは俺たちに任せて先に行け。あそこに通風口がある。あの中を通って行けば城の中に入れるぞ。おう。
だったら一緒に行け。ひろゆき、なんかそれも嫌。くせ雑魚ども、大地の脈に沿って拳を突き立て大きな地割れを起こす未忍の忍空術である。おのれ忍空め、ボルト師団長、なんだ。忍空の一部が要塞内に侵入しました。なんだと、どこだ。は、それは広い続くね。なんかおかしいぞ、この筒の中。ん？何が？壁を見てみろ、ギザギザが刻まれてる。ほんとだ、まるで鉄砲の中みたいね。バカな奴らだ。メガロ砲起動！メガロ砲起動！大砲だぜ。メガロ砲発射準備、弾薬充填開始。砲弾装填。目標はあの空飛ぶ人空だ。動きを止めろ。このままじゃ風助たちがやべえ。今だ。砲弾装填完了。照準合わせ完了。うわぁ、うつきだわ。いやぁ、こんなとこで死にたくない。まさに一石二鳥、これでおしまいだ。メガロ砲発射。もうダメ。よし、風をつかんだぞ。俺につかまれ、この風に乗って脱出するぞ。炎上しました。ボルト中佐の生死は不明です。やはりダメか。全通路を封鎖、人空侵入に備える。はっ。君との話はまたの機会になったようだな。
アジラダ大佐はどこだ。この廊下を突き当たって左。ありがとう。てめえがアジラダか。すれ違いだったな。アジラダ大佐はここにはいない。その声、てめえまさか。久しぶりだな、当時愛長風助。キスミ、懐かしい名前だ。だが今は帝国府大佐バサラだ。やっぱりそうだったか。信じたくなかったぞ、キスミ。てめえなんで帝国側に寝返りやがった。答えろ。帝国軍三大軍師の一人バサラ大佐はやはり元人空組七番隊隊長馬人のキスミであった。一番信じたくないことが現実となった今、フースケたちには何ができるのであろうか。3年前、おめえは俺たちと一緒に頑張った仲間だった。だから分かってるはずだぞ、今のおめえのやってることが本当はやっちゃいけねえことだって。まあ答えてくれ、キスミ。次回、氷のキスミ。今度も結構大変だぞ。I'm not afraid to die.